様たちは向こうで孤立しているわ。急いで合流しましょう。待ってて、父様、絶対助けるから。救援を遅れてはお父様たちが危険。私たちが行くまでどうか耐えていて。他にも孤立している仲間がいるようだ。付近の味方を救援して合流を目指すぞ。将校たちがこちらへ向かってみるらしい。だが刀鍛冶を突っ切ろうとは、このジャジャンマメ、無茶しやがれ。俺らも敵かき分けて進んどくか。お前たち、窮地をよくぞしのいだ。これより我らも共に進もう。おお、それはありがたい。虫拾いしましたぞ。行くぜ。レレ、戦場中央の崖上に翼を持った怪物が出現。崖下では味方部隊が敵に囲まれ窮地にあります。あの翼野郎、ずっとあそこにとどまってやがる。さては下にいる俺らの仲間を攻撃してんのか。味方の救出と怪物の討伐を一時にやらねば。これ以上兵を分けるのは危険な賭けとなろう。崖は北の方です。きっとお父様たちがどうにかしてくれるはず。私たちは崖の下にいる仲間を救援しましょう。周りの敵はやっつけたわ。これで進めるわね。撃ち抜いたぜ。弱性怪物は片付いた。あとは残った奴らを蹴散らすだけだな。なぜ仕事が行くぜ。攻撃が止まったわ。お父様たちが倒してくれたのね。父様たちがこれだけで終わるはずないわ。頼りにさせてもらうぜ。いいでしょ。崖の下に敵を集めるのよ。父様たちに蹴散らしてもらいましょう。わかった。ならば砦にこもる敵を召喚。呼び出してやろう。